時間があるときはちゃんと休むのよ。早いのですね。玉空様が四神宮で皆様を待っています。あんたは来ないの？私はもう報告を終えたので
遠慮しておきますね。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。請求列車の旅人たち、ようこそ。そなたらの来意はすでに帝運から聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、性格の存在を知りラフに協力すると言ったと聞く。ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。泉州は8000年も空を駆けてきた。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分、当然この事件に介入する筋合いもない。私の言葉がお分かりで？現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは泉州同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。しかし。もういいってよ、おじちゃん。同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。さすがにひどいんじゃない？ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在政策会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。精査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉界門を開け、ある感染が入稿したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマークをね。これについてどう説明してくれるのかしら。この謎が解けるまで天白氏にいてもらうわ。よく、そう怖い顔するな。銀河中に知られたら泉州同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。将軍様。請求列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍、ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。
悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かだが、諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかない。しかしこうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにもいかない。性格の件は列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあこちらへ。請求列車か。以前よりその名を聞き朝見を抱いていた。今日この目で見ることができるとは後人の至りだ。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで頼み事とは。ああ、諸君でなければならないことでね。数日前泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき大牧師、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が、泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。あんな雑敗と関係を持つはずもないだろ。だからその通信は性格ハンターが弄した愚かな策に違いない。性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、放っておくわけにはいかない。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りに船。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん。君はどう思う？これで性格ハンターが捕まるなら、泉州は諸君に借りができたのと同じこと。そちらが誠意を見せたからには、ラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。泉州に滞在する間、天白氏や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに行ってくれ。君のことは知っている。泉州は請求列車にずっと注目してたからね。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく、泉州の重罪人でもある。
すまないが、彼の情報を提供することはできない。現在知られている性格ハンターは5名。リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければ、もっと長く影に隠れていただろう。性格ハンターを捕まえたら、私たちに渡してほしい。ああ、通常の手ならな。だが、大牧師には独自の方法がある。誤解しないでくれ。先週は犯人を拷問したりしない。尋問には必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。とにかくその後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。ことがうまく進み、時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きした様々なことを教えてほしい。私はジムに追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、誠に心が躍るよ。私は他に用事があるため先に失礼する。では。